商談の制限時間を意識していないとしたら、あなたの制約率は下がります。なぜならば、セールスのことは俺に聞け。株式会社即決営業代表取締役の堀口です。今回は皆様に最強のプレゼン10対20対30の法則をお伝えいたします。皆さんは商談の制限時間を意識しているでしょうか。どうでしょう。この商談の制限時間を意識していないとしたら、あなたの制約率は下がります。なぜならば、お客様の都合で商談時間が短くなってしまった場合や、商談現場で起こる様々なアクシデントに対応できなくなるからです。2時間あると思っていた商談時間がいきなり削られて30分になってしまう場合もあるんです。そんな時のために、どのような対策を取っておけばあなたの制約率は下がらないのか、ここのあたりを今日の動画ではお伝えしていきます。なので今回の動画は、営業マンはもちろん、販売員や個人事業主、経営者の方にもとても参考になると思いますので、どうぞ最後までご覧ください。あと、あなたの制約率をアップさせるための3つの無料プレゼントをご用意してますので、こちらのリンクから即決営業公式 LINE に登録して3つの無料プレゼントを受け取ってください。3つのプレゼントはこちらになります。1、即決営業テンプレート7種。2、私堀口の企業研修音声データ48分。3、即決営業セールス入門未収録、プレゼント用動画2対6対2の方、こちらの3つを無料でプレゼントします。ぜひこの機会に、こちらのリンクから即決営業公式 LINE に登録して3つの無料プレゼントをゲットしてください。では行きましょう。即決営業、はい、よろしくお願いします。今回は皆様に最強のプレゼン10対20対30の法則をお伝えいたします。皆さんは10対20対30の法則というのを聞いたことはありますか。これは元アップル社エヴァンジェリストのガイ川崎さんが最も効果的なプレゼンテーションの方法として提唱した法則です。10、プレゼン資料は10枚までにまとめること。20、プレゼン時間は20分以内に終わらせること。30、プレゼン資料には30ポイント以下の小さな文字は使わないということ。これは私の経験則にはなりますが、売れない営業マンほどプレゼン時間が長い、そして売れない営業マンほどプレゼンのバインダーが分厚い、余計な資料を持ちすぎなんです。お客様のほとんどの人は我々のプレゼンテーションを興味を持って聞いてくれているとは限りません。基本的にお客様は自分の都合しか考えていない場合も多くて、我々営業マンに対しての配慮や我々の話を集中して聞いてあげようという意識はかなり低いです。なので、商品説明が長いとお客様は面倒くさがる、うざがられるんです。ちょっと逆の立場で考えてみてください。もしあなたが生命保険の営業を受けるお客様の立場だったとしたら、相手の営業マンが1時間以上もの長時間のプレゼンをしてきたら、商品説明がとても長かったら、ちょっと面倒くさくないですか？ですよね。やっぱりお客様の立場からすれば、商品説明は長くても20分以内にまとめてほしいと思うものです。その方がお客様の情報確認やヒアリングに長い時間かけることができるんです。商談序盤にお客様から、すいません、今日ちょっと急な用事が入っちゃって1時間しか時間がないんですと言われた場合にも、プレゼンテーション、商品説明を20分以内にまとめておけば対応できますよね。もちろんこの場合は後日仕切り直して再アポ設定できたら、その方が一番いいです。ただそのお客様が大きな会社の社長さんだったり、忙しかったり、そこまでニーズが高くないお客様の場合には、アポの再設定も難しい場合があります。その場でケリをつけに行くしかない場合もあるんです。そういった場面でもチャンスを逃さないために、プレゼンは20分以内にまとめましょう。そしてプレゼン資料も10枚以内にまとめる。プレゼン資料の文字は30ポイント以下の小さな文字を使わずに分かりやすくする。こういった部分を意識して、あなたの商品説明をコンパクトにまとめてみてください。商品説明のシナリオを2時間いっぱいいっぱいに組んでしまうと、お客様も面倒くさがって反応も下がりますし、アクシデントやお客様の都合で時間切れになってしまう可能性もあります。プレゼンテーション、商品説明には制限時間を意識してください。この制限時間を意識しなければ、
あなたの成約率は下がります。即決営業。はい、今回皆様に10対20対30の法則をお伝えしてきました。この動画から何を感じてどう行動するかはあなた次第です。あなたが成功することを我々即決営業にも応援させてください。我々株式会社即決営業では、あなたの成約率をアップさせるための無料セミナーを東京新宿セミナールーム、大阪難波セミナールーム、ウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しております。今よりもっと大きな売り上げを作りたい、正しいセールスのやり方を学んでみたいという人は、ぜひ一度東京大阪ウェブでの無料セミナーに参加してみてください。こちらのリンクをクリックしてセミナー日程をご覧いただき、ご都合の良い日程を選んでお申し込みください。皆様無料でご参加いただきます。あと、この動画が気に入ってくれた人は高評価ボタンとコメント欄に即決と書いてくれたらとても嬉しいです。それが我々即決営業メンバー全員への強い励みとなります。どうぞよろしくお願いいたします。セールスのことは俺に聞け。株式会社即決営業代表取締役の堀口でした。さようなら。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。